当チャンネルへご訪問いただきありがとうございます。今回は再び星空の撮影に挑戦してきました。私の住む田舎でも星空を肉眼で見るとこんな感じです。明かりの多い街や都心部で星空を見るとこの映像よりもさらに見えにくいのではないでしょうか。逆に全く明かりのないキャンプ場等に行かれた方は、夜空一面に広がる天の川銀河をご覧になったことがある方もいらっしゃると思います。今回は一眼レフのちょっとした使い方で星空が綺麗に撮影できましたので、比較画像なども取り入れながら一本の動画を作成してみました。今回の動画では星空の映像の邪魔にならないように字幕はあえて入れませんでした。一眼レフのビデオモードで初めて撮影した映像をご覧いただいていますが、肉眼で見る星空はこのくらいの明るさです。この日は月が沈んでから撮影を始めましたので時刻は深夜0時近くです。ここから通常のカメラモードへ切り替えて撮影した写真になります。星空の撮影で必要なものは三脚になります。カメラの設定ではシャッタースピードを遅くすることが基本で、イントの調整は手動で行います。 ISO のモードが1600くらいで設定をして、あとはシャッターを切るのにタイマーかリモコンで操作すれば簡単に撮影できます。シャッタースピードをさらに遅くしてあげると星は多く映り込みます。500mm を使用して撮影しましたが、星を拡大して撮影するとシャッタースピードを遅く設定しているので星が流れて映ります。この場合はシャッタースピードを少し早めると良いのですが、早すぎると映像は暗くなります。何枚か撮影しながら映像を確認して調整していく作業が必要になってきます。シャッターを開放状態にすると、星が筋を描きながら流れていく映像を撮影することができます。ここからはレンズを小さいものに変えて撮影した画像になります。レンズのサイズは 28mm を使用した写真です。シャッタースピードは少し早めに設定して肉眼で見ているのとほぼ変わらないようにしました。
からシャッタースピードを遅くした写真と見比べられるように撮影をしています。シャッタースピードを遅くすると多くの星が映り込んでくるのがわかると思います。結論としては、広範囲の多くの星を写したいときにはレンズは小さめのものが良いですね。また時間とタイミングが合ったときに星空を撮影してお届けしたいと思います。